To be continued。 うわー、3日目続いていきますね。3日目いきます？いきますか。ねえ、でももうぶっちゃけ言うとエンディング見たいですよね、うん、ここまでしたらね。おお、うん、これ今かのか。今かのよく連絡来るね。今日は何か予定があるかしら。おお、俺も聞こうと思ってたんだよ。もしよかったら今から来ない？うん、うん、嬉しいわ。おお、元カノは家族と一泊二日の旅行。うん、じゃあ大丈夫、ね、心置きなく。へへへ、さよなら。なんだよこの画面。ブラッティ、ブラッティじゃん、ブラッティ。これ寂しい。うん、おお。なんで？ 5% いったね。上がったよ。上がったね、今。なんでだろう。いつもそういう態度じゃない。じゃないんかい、じゃない。あ、そっかそっか。なんかこれさ、探せない？大丈夫、あ、大丈夫か。進んじゃいます。治ってる。本当か。まあまあね。これピンポン君のが今、元カノじゃないの？いやいや、それ来たら怖い。ちょっと鼻水。ネアを見つかる前とあんなに必死だったのにな。来た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 、今この来た。おらあ、でも思い出した。思い出した。危ねえ、怖えわ。危ない危ない。これ周り見ます？先に先に見とく。なんもないですね。特になさそうね。ここ特にね、変わった感じは、うん、なんもないないね。で、一回 見ますか。ああ。まあでも今からもね、うん、かわいい。まあまあかわいいじゃないですか。いつも同じ服だな。いや、まあそこはいいんですよ。そこは突っ込まなくてね。ブラッディ・ラビッツ好きだな。え、じゃあこれなんだろう。あっそうじゃない。あっそう言ってみて。あっそう。うわー、悪い。ちょっと。やばい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 。このまま上がり続けると殺されますよ。何言ってんだよ。お？うん。お弁当？カレーだ。カレーなんだけど作りすぎちゃって。よかったらおやけに食べてもらおうかな。いいねー。こういうのって重い。一緒に、これ同じような選択肢じゃねえか。一緒に食べようじゃないですか、ね、一緒に食べようだよね。うん、うん、カレーなんて私も作れますけどね。急にアピールしてた。誰アピール。ライブライブ、はい、ライブ来たよ。さあライブ、ほらーい、何か話そうよ。困りますね。いやいや、旅行は楽しみやじゃん。うんうん、うん、いや、これだね。おーちゃん、来た来た来た、減らしました。えさあ、すいません、くしゃみが今、ね、くしゃみですかし。生くしゃみです。生くしゃみ、レアですね。鼻炎なんです。ごめんなさい。今すぐ食べたい、この彼女。うん、おお、いいね。あ、ちょっとやばい、やばいです。何が？鼻水タイプ？でっかい、でっかい鼻水タイプ。うん、じゃあ俺がこれ、今晩いきます。モザイクかけてく。一回、がっちりいった方がいいかもしれないです。一回がっちり鼻水かみます。じゃあ、画面は…じゃあ、3、2、1でいきます。どういう編集になるかわかりませんけど、はい、じゃあ、いきますね、はい、3、2、1。モザイクと、あとなんか可愛い音楽流してもらいたい。あ、ピーって言えばいい。あ、トイレ流している音が聞こえて。あの、噛み切って、そうそう、いや、噛み切ってもうすぐ出てくる。
じゃあ突っ込んでけばいいじゃん、こうやって。あ、いいんですか？もし言うなら別にいいですよ。いいですよ。カレーを皿に盛り付けたし、あとは飲み物だな。うわぁ、なんか怪しいの入ってそうだな。ん？これは？え、何これ？これ作ったんじゃない？うまいかのが。ほら、元カノが作った。いつよ？相当前じゃないですか。料理の最初が、とある日、俺に手料理食べさせたいって言ってきた。これはピンチだね。料理の作り置き。何ですか？手伝う。ああ、ガシがね。普通に編集長ゲームに夢中になってたっていう。ごめんね。ガシさん大丈夫ですよ。ちょっと俺も話してもらったら。はい。ガシが、これ多分5分割目ぐらいだと思うんですけども、ガシがなんと鼻に紙を入れてプレイするという、ヘコキ YouTuber に続く鼻詰まり YouTuber 鼻水 YouTuber、 鼻水 YouTuber。 ライム読みます。あれ、これどうなの？え、バレた？本当にですか？うん、ここはちょっと冗談っぽくね。この子には通じない。これでもまあね、ありですよね。うん、うん、うほほ、またライム来たよ。はい、しつこいな、ライムね。一応なんだよ。ああ、私真ん中だ、ね、真ん中だね、僕は真ん中だね。うん、これ下がるで、5パー。おーおー、3パー。でもまあ3パーね。うん、あ、なんか音聞こえないなと思ったら、すいません。うん、初めて会った時、なんだったの？コンパじゃん。いや、やだダメなんですか？いいじゃないですか、一つの出会いなんですから。わかんない、私。あら、合コンじゃん、ほら。行ったことないからわかんない。でもね、行ったことないの、本当に。でもなんかそのイメージでは、その彼女彼氏を探すために行くみたいなのかなって思っちゃってて。あ、本当ですか。なんかジュビローさんと王様はよく行ってるみたいです。いやいや行ってないですよ、そんな。なんで天の声さんだけ。いや、行ってないですよ。忘れ始めてるんですか。いや、聞いた話によるとね。うん、ね。さあ、席を立つ。あ、合コンじゃない席のこと仲良くなったんだよね。が今からなんだよ、ね。いいの。ほら。そうなんだ。あ、なんかいいな。何ですか？こういう出会いね。ある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 。うん、あるの？なんかさ、トイレ行った時、トイレ待ってる女の子とかね。そう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 。こっちもね、なんか酔っ払ってるんで、うん、テンション上がってウースみたいな。可愛いってやるんです。可愛い。あ、いたんだ、合コンの中に。あ、そうなんだ。あ、でもいい。いいね。強引に連れてこられたパターンね。あー、よく使うね、女子ね。私強引に連れて来てるんですって。それね、合コンとか全然わかんないんですけど。ティッシュ、ティッシュ鼻に詰めた方がよくじゃないなんか数を合わせるために、完全にもう説得力何もないですよね。ちょっとなんでちょっとしかも田舎っぺっぽいの。一回外します、一回外します、はい、いるよね、うん、いるよね、そういうね、男の人もいますよね。そうね、人数合わせなんだよってやつもいるよね。来たくねえのに。ペロマル先生がもう異議を申し立てております。こんなんおかしい、こんなんありえない。やっぱおかしいですよね。おかしい。何がおかしい。体験談的に可愛い人を、うん、女の人は人数合わせで絶対連れてこない。そうね、そうね。 あ、そうなんだ。あ、でもね、一個札として連れてくる可能性あるんですよ。そのなんか象徴として、私は可愛い女子の友達いますよみたいな。あ、いる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 。私の友達全員可愛い
からみたいな女いる、うん、ほほんでもね寂しいよなんて言わないよね。うんうんうん、俺だったらとりあえずここで連絡先は交換するけど、それ以上のことになるかもしれないですよ。うん、ちょっと戻って、うんうんうん、生真面目で賢くてとてもしっかりした女性、すごいな、努力家、ベタ褒めですよ。うん、へえ。ああ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 。本当かな、なんかこの女の子も怪しく思われた。ねえ、これ両方たまたまなんじゃねえの？エンディング的に。うん。あるかもしれないですね。彼女いないんじゃ。あれ、あらららあ。いいねいいね。いやビールですわ。女の人も軽い女やな。まあいい子だね、本当にね。うん、これあれフラグなんか来るぞこれ。ありますね。あれ。わあ、これどれなんだろう。あこれわかんねえ。これ小川さんに。小川さんの、この小川さんがここにいた時に熱戦した時何するか。小川さんだったらどうします？正直に言ってください。いや、頭を撫でるじゃないですかね。この選択肢おかしいんですよ、うん、頭撫でてから抱きしめて押し倒せばいいんですよ。あー、順番をね。ねそうそうそう、段取る時にね。そうそう、まあね、別に一つじゃない。じゃあ心をね、開かすためにね、私抱きしめ、頭じゃ撫でますね、うん。頭撫でて、おー、いいじゃん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 。うわあ、あれ、うん、うん、耐えられる方なのよ、うん。あ、はい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 、じゃあ新鮮だったんだ。あ、あ、こんな元カノの話しねえだろ。いいじゃんいいじゃん。じゃあ、え、かわいい、かわいいかわいいかわいい、え、かわいい、かわいい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 、あ、そっか、照れ隠しにクッション投げればいいな、うん、かわいいじゃん、かわいいじゃん。本気で投げそうです。かわいい顔パッと先にさ、ビッグコインこれにはねえよな。これはね、今言う男性いるのかね。顔洗ってくるは何、私の顔汚いのってなると思うんですよ。そう、真ん中でしょ。うん、ちょっと話をね、そらして、うん、うんうん、あ、でもなんかいい感じな気がするな、うんうん、喜んでいただくわもいないよね、お前ね。そう、わはね、あー、上見つかる。かわいい、かわいい、うん、デザート、スイーツ、女の子気をなす魔法のこと。私は治んない、私は治んないけどね。デザート、スイーツ治んないんだ、うん、ガッシーの気を治すためには何すればいい？ね、謝罪。とにかく、心からの謝罪があれば、あ、いいですよ、はい、いいです。いや、ひどげさですな。やべ、こっからあれだ、またピンチだよ。作ってる、作り置きがあるから。ほらあますね。あ、これどうしよう。こう捨てとけよ。うん、うん。だからさ、あえ、せめてなんかあります？ここだ、こう来ちゃうじゃん、今開けてる時に。先に顔を表した方が良かったのかな。ああ。うんうん。あ、お化粧直してね。ああ、行ったのね。ああ、そうか。行ってらっしゃい。ああ、ははは。なんかある。なんだ、絶対なんか歯ブラシとか、あ、し、私物、なんだ、え、あ、上のあれらしいでしょ、これピンクのタオル、うん、
あー、いた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 、洗濯機の中、あー、あー、何も入ってない、あ、ゴミ箱、ゴミ箱、あ、裏側のものこと、え、なんかある、ほらほら、危ない危ない危ない、終わり終わりか、終わりぽい、うん、気づかなかった、うん、ああ、でも大丈夫大丈夫、探し始めないですね、うん、嘘、どこに、どこにあった、いやいや、ちょっとこの彼女も早いだろ、早いよ、あんなに群れがってたのに、せっかちですよ、何があった、なんか調べてないとかありました、なんだろうね、洗濯機の中も見たし、なんかあった、でもそれさえうまくいけば今の選択、ね、そうね、もう一回いきますよ、はい、行きましょう、まずゴミ箱のリボン、ね、タオル、うん、シャンプー、歯ブラシ、水道の中の毛とか、あ、これだ、リップクリーム、あ、これおー、きっかい、ああ、さっきのじゃできてなかったですね、そうね、うんうん、まさかあのね、うん、悪とは思わなんだね、え、だんだんなんか呪詛っぽくなっちゃうこれえ、ここもでもまあ散らかってたからさ、でいいんじゃないけど、うん、まあそうですね、うん、ああ、まあまあまあね、うん、うん、え、かわいい、うん、デザートね、やばいよ、こっからまた、あ、さっきや、うんうん、冷蔵庫にあったな、無風な展開にはならず、2日目終わり、あ、3日目終わり、え、まだ、はぁー、あれ、旅行に行ってるんじゃなくて、まさか歩いただけ、いや、見てるんだよ、多分、え、うわー、怖い、これ枯れてるの、電話、怖い、4日目